アプライジングのガリ傷修理の手順をお伝えします。サンダーで磨きます。いい感じに削れてきましたね。結構綺麗になった。サンダーだけでもう十分綺麗に仕上がったと思いますけれども、ここからさらに仕上げに入っていきます。バランサーが回転し続けるような機械にホイールをセッティングします。そして回していきます。サンドペーパーの40からスタートしていきますよ。サンドペーパーの40から磨き開始です。結構綺麗になってきましたよ。ガリガリ感がなくなってきましたね。そしてここからまだまだ続けていきます。次はサンドペーパー80で磨き始めます。サンドペーパー120で磨き始めていきます。サンドペーパー180を使います。サンドペーパー240を使います。何種類もの粗さのサンドペーパーを使ってですね、丁寧に丁寧にガリ傷を磨いていきます。最後はウエスにコンパウンドをつけて仕上げていきます。最後はウエスで汚れを取ります。はい、出来上がりましたよ。ガリガリがなくなっちゃいましたね。これがアップライジングのガリ傷修理です。アップライジングのガリ傷修理ですね。綺麗になりましたね。こちらクリアなしの場合はガリ傷修理1本11,000円です。でガリ傷修理だけして綺麗になって、もっとさらに綺麗にしたい場合、クリアつけたいですよね。こちらクリアありです。クリアありの場合は17,600円です。まずは LINE でお問い合わせください。見積もりだけでも出せますよ。ご連絡お待ちしております。